アルフレート・ヨーゼフ・フェルディナント・ヨードルは、ドイツの軍人。第二次世界大戦時に、国防軍最高司令部作戦部長の地位にあり、ヒトラー・カイテルに次ぐ、事実上の奥位ナンバー3として、陸海空軍の調整役を務めた。1945年5月7日に、ドイツ降伏文書の調印を行った。戦後、ニュルンベルク裁判の被告人の一人とされ、公主刑に処された。 最終階級は上級大将。1890年5月10日、バイエルン王国のビュルツブルグに、バイエルン大役砲兵隊ヨハネス・ヨードルの息子として生まれた。母は農民の娘テレーゼ・バウムゲルトラー。5人兄弟の3番目だった。ヨードル家は著名な職業軍人の家庭で、ヨードル本人も職業軍人の道を選んだ。弟フェルギナントも軍人となり、 ノルウェー山岳軍団の大将まで昇進している。1903年から1910年までミュンヘンのバイエルン陸軍士官学校に入学した。1910年に第4バイエルン野砲兵連隊に士官候補生として入隊。1912年10月28日に勝尉に任官した。1913年9月にイルマ・ホンブリオン伯爵令状と結婚。 コンブリオン伯爵家は、シュバーベンに古くから続く貴族の家柄であった。彼女の父は、身分違いの相手であるヨードルとの結婚を止めさせたがっていたが、二人の意志は固く、周囲の反対を押し切って結婚した。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、第10バイエルニア砲兵連隊、後、第19バイエルニア砲兵連隊に所属して、 西部戦線に従軍し、二度負傷する優先をした。1916年1月に中尉に昇進。1917年1月から、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍の第72野砲兵連隊第3中隊長に任じられ、東部戦線で戦った。1918年には、参謀将校として西部戦線に転属した。 一時大戦中に二級鉄十字章と一級鉄十字章と戦勝賞黒章を受章した。戦後、ベルサイユ条約によって10万人に限定されたバイマル共和国陸軍に選び残された。1919年6月には第22系砲兵連隊中隊長となり、10月には第21砲兵連隊に転属した。 1921年7月から1922年10月にかけてミュンヘンの第7師団で参謀教育を受ける。1921年9月に大位に昇進。1922年10月から1923年10月にかけてランツベルクの第7山岳砲兵連隊の第三大隊に勤務した。この頃、 国家社会主義者の上官コンスタンティン・ヒールル大佐を深く尊敬し、アドルフ・ヒトラーの存在も知って彼を英雄視するようになったという。ただヒールルは陸軍司令官ハンス・フォン・ゼークと大将の不況を買って軍から除隊させられてしまい、ヨードルも国家社会主義運動と距離を取った。1926年、 第七師団所属の大英時代のヨードル1923年10月1日から1924年10月1日までベルリン大学に派遣されまたベルリンで参謀としての訓練を受ける1924年10月から1927年10月までミュンヘンの第七師団に参謀として勤務したその後1928年10月までランツベルクの 第七三岳方兵連隊に戻り、方兵中隊の指揮官となった。1928年10月から1932年6月に、かけては第七師団参謀内で教官を務めた。1931年2月1日に少佐に昇進。1932年6月から国軍賞勤務となり、10月からは事実上の参謀本部である。 兵務局の作戦家に配属された。1933年1月30日にパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領よりアドルフ・ヒトラーがドイツ国首相に任命された。ヨードルはすぐに熱心なヒトラー信奉者となった。1933年10月1日に中佐に昇進。1934年11月から1935年6月まで。 トルコ軍に派遣された。1935年7月から国軍省、国軍局国土防衛課の課長となり、国軍省ベルナーフォン・ブロンベルクの下で、国防計画の立案に従事。1935年8月1日には大佐に昇進した。1938年2月には、ブロンベルク非免事件で、国軍省ブロンベルク元帥と陸軍総司令官、 ベルナーフォン・フリッチ上級大将がその座を追われ、代わって2月4日に国軍局が改祖されて、ビルヘルム・カイテル砲兵大将を総長とする国防軍最高司令部が新設された。ヒトラーの信奉者で知られたヨードルも国防軍最高司令部で作戦本部長に任じられた。しかし1938年から1939年にかけてウィーンの 第44不評師団砲兵士機関に転出した。1939年4月1日に少々に昇進している。ポーランド侵攻直前の1939年8月23日に最高司令部作戦部長に復帰した。1940年6月、東プロイセンラステンブルクにある総統大本営、ボルフスシャンツェにおいて、 中央のヒトラーの右にいる将軍がヨードル。左は国防軍最高司令部総長、書いてる。1940年4月のノルウェー侵攻の際には陸軍参謀本部と協議せずに国防軍最高司令部独自に作戦立案と部隊編成を進めたためヨードルは参謀総長、フランツ・ハルダーらの怒りを買った。ノルウェー侵攻戦では なるびくに上陸したエデュアルト・ディートル率いる第三山岳師団の海上補給路がドイツ海軍の駆逐艦が全滅したために途絶えてしまいヒトラーは撤退させようと考えたがヨードルがイギリス軍も同様に脆弱であるとして撤収させることに反対しトロンハイムから補給するように進言したヒトラーはヨードルの案を採用し結果ドイツ軍は ノルウェー戦に完全勝利を収めたのだった。西方電撃戦と北アフリカの戦いの作戦も彼が立案した。1940年7月19日に2階級、特進して砲兵大将に昇進。12月18日、ヒトラーの第21号指令を受け、バルバロッサ作戦立案に着手した。1942年9月のブラウ作戦中、 ヒトラーの意に背く、英軍集団司令官、ビルヘルムリスト元帥へ進撃を促すため、ヨードルは総統により、カフカス戦線に派遣された。しかし、彼は、現地軍の軍事的正当さを認めて、その行動を擁護し、総統命令の遂行は無理とする報告を行った、ため、ヒトラーをして、前線の司令官の言いなりになって帰ってきよって、貴様は、 奴らの核兵器になったのかと激怒させた。ヒトラーは、第六軍司令官、フリードリヒ・パウルス総工兵大将による、スターリングラード攻略が達成され次第、ヨードルをパウルスと交代させる計画をしたものの、パウルスがソ連軍に降伏したため、やみとなる。前年とこの年に、ヨードルは、ソ連軍政治委員捕虜と、米軍特殊部隊の即決処刑を正当化した。 コミッサール指令とコマンド指令に作戦部長として署名。1943年1月30日には黄金ナチ党員バッジを授与された。1943年11月8日、ミュンヘンでナチス党全国指導者及び大韓区指導者を前に極秘演説し、東部における敗北を明らかにするとともに、西方防衛のために占領地住民を強制動員して、 洋裁建築や軍需工場に従事させることを命令したことを語った。1944年1月30日に上級大将に昇進した。4月18日にイルマ夫人が死去。7月20日にヒトラー暗殺未遂事件で継承を負う。1945年3月7日、前夫人の友人で陸軍総司令部の秘書だったルイーズ・カタリナ・フォンベンダと再婚。 対連合国の降伏文書に調印する、ヨードル5月6日に、フレンスブルク政府のデーニッツ大統領の命令で、ランスへ赴き、連合国軍最高司令官、ドワイト・ディ・アイゼンハワー,ベーケン元帥と降伏交渉に、当たった。デーニッツは一人でも多くのドイツ兵を野蛮な、ソ連軍ではなく、アメリカ軍か、イギリス軍の捕虜になれるようにしようと決意しており、そのために、 可能な限り幸福交渉の時間を引き延ばせと、ヨードルに命じていた。しかし、アイゼンハワーの態度は冷たかった。彼は、ヨードルとの交渉に自ら出てきてはくれず、副官を交渉に当たらせた。ヨードルの、ぐずぐずした交渉にイライラしたアイゼンハワーは副官を、通じて、すぐさま幸福文書に調印しないならば、西部戦線を閉鎖すると通告してきた。ヨードルは、 引き延ばしもこれまでと判断し、5月7日午前2時38分に幸福文書に署名を行った。同幸福文書は48時間後に発行することとなった。調印にあたってヨードルは失意と屈辱の涙を流している。6年間に及んだヨーロッパでの第二次世界大戦は、ここに集結した。5月10日にデーニッツより白洋付き騎鉄十字章を授与される。 13日には、ビルヘルム・カイテルが、連合軍に逮捕されたため、国防軍最高司令部総長を引き継ぐ。連合軍による、フレンスブルク政府幹部逮捕の際の写真。左から、シュペア軍事省、デーニッツ大統領、ヨードル上級大将。逮捕の際の写真23日には連合国により、フレンスブルク政府が解体され、デーニッツ、アルベルト・シュペア。 ルートビヒシュベリン・ホン・クロー・ジク・ハクシャクラと共に連合軍に戦争犯罪者として逮捕された。ヨードルはこの逮捕にかなり動揺し、デーニッツに先ほどの戦争犯罪の話をどう思われます私たちはアイゼンハワーやモントゴメリー、ジューコフと同じように軍人としての務めを果たしただけではないのですかと尋ねている。ヨードルらはルクセンブルクのバート・モンドルフの パレスホテルに設けられた収容所へ送られた。ここは、ナチスの最大の大物とみなされた捕虜が収容されていた場所で、ヘルマン・ゲーリング、ヨアヒム・フォン・リッペントロップ、ビルヘルム・カイテル、フランツ・フォン・パーペン、ヒャルマル、シャハト、アルフレート・ローゼンベルク、ユリウス・シュトライヒャーなど、後に、ニュルンベルク裁判にかけられることになる者たちが収容されていた。 1945年8月に、ニュルンベルク裁判にかけるために、他の被告たちと共に、バート・モンドルフからニュルンベルクへ移送された。移送中に、バート・モンドルフの収容所の所長で引き続き、ニュルンベルク刑務所で所長を務めるアメリカ軍大佐、バートン・ガンドラスによって書いてるとヨードルは起立させられ、お前たちはもはや軍人ではない。犯罪者だ。と宣告されて、 階級賞を剥ぎ取られた。ニュルンベルク裁判で拘留されている、サイのヨードルと書いてる。1945年11月20日から、ニュルンベルク裁判が改定した。ヨードルは、第一起訴事項、侵略戦争の共同防御、第二起訴事項、平和に対する罪、第三起訴事項、戦争犯罪、第四起訴事項、人道に対する罪と、すべての素因において起訴された。 裁判中にはソ連による検察側証人としてパウルスが出廷し、対祖進行作戦開始に積極的役割を果たした被告として、カイテルに次いでヨードルの名前を挙げた。ヨードルの後任としてパウルスが内定していたことを知る被告席のカイテルは、もしそれが実現していたら、パウルスはヨードルの代わりに、こっちの席にいただろうなと、隣の立ントロップへ漏らし、 同様にヨードルも運命の翻弄を感じたという。裁判では軍人として行動していたとヨードルは無罪を主張していたが受け入れられなかった。1946年10月1日に判決では彼の行いは軍人としての服従という通念によってはいかにしても弁明しきれませんとして4つの素因すべてで有罪とした。その後の個別の量刑判決で 公主刑判決を受けたヨードルはヘッドホンをむしり取って怒ったような足取りで法廷を後にした。判決をめぐっては連合国内でも意見の相違があったが、コミッサール指令を命じていたため、ソ連が強行に死刑を主張した。ヨードル自身で減刑弾丸書を提出する一方、ヨードルの詰まるい泉もアイゼンハワー米減水、モントゴメリーエイ減水、元英国首相、 ウィンストン・チャーチルなどに電報を打って、夫の除名単丸を行ったが、身を結ぶことはなかった。10月13日に原型単丸も却下された。ヨードルは理髪師に母親に抱かれる自分の赤子の頃の写真について聞かれ、あの頃に死んでしまわなかったのが残念だな。こんな悲哀を味わわずに済んだのに。と語った。遺体の画像があります。表示を押すと、表示されます。 警視後のヨードルの遺体ヨードル家の墳墓,墓1946年10月16日午前1時10分から自殺したヘルマン・ゲーリングを除く死刑囚10人の公死刑が順番に執行された。ヨードルはリッペントロップ、カイテル、カルテンブルンナー、ローゼンベルク、フランク、フリック、シュトライハー、ザウケルの後9番目に処刑された。最後はアルトゥルザイスイコールインクバルトであった。 最後の言葉は、我がドイツよ。挨拶を送ります。であった。死刑に臨む態度は軍人らしく堂々としていたという。自殺したゲーリングを含めて、ヨードルら11人の遺体は、アメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、アメリカ軍の軍用トラックで、ミュンヘン郊外の墓地の火葬場へ運ばれ、そこで焼かれた。 遺骨は、イーザル側の支流コンベンツ側に流された。ヨードルの名誉回復を願う夫人の控訴により、西ドイツの日な地下裁判は、ヨードルは、自分の行動を国際法を犯さない、軍事作戦のみに限定していたとして、処刑理由とされた罪状を1953年2月28日付で、取り消す決定をした。すなわちヨードルは、無罪となった。 しかし、ニュルンベルク裁判の否定につながるとして、アメリカの反対に遭い、9月3日には、バイエルン州法省が判決を取り消した。米軍の交流記録によれば身長は176センチである。ニュルンベルク刑務所付心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が、改定前に、被告人全員に対して行った、ベクスラー・ベルビュー成人知能検査によると、 ヨードルの知能指数は127だった。ありがとうございます。